はい。皆さん、こんにちは。テーマパーク型経営の極意のミッキー石田です。今日はですね、皆様にお伝えしたい話は、桃太郎の話をさせていただきたいと思います。えー、皆さんにとって桃太郎というのはどんなストーリーですか小さい頃、お父さんお母さんからよく聞いたじゃないですか。両親から聞いて何回も聞かされた話だと思うんですけども、僕はその桃太郎の話を聞いてみて、ふと思ったんですよ。桃太郎って、 自分のことだなと思ったんです。おじいちゃん、おばあちゃんは両親。そして、猿と犬とキジはスタッフだという話をですね、させていただきたいと思います。で、今日3つシェアをさせていただきたいんですけども、その3つの目標というのは、まず1つは悩み事を解決するということです。2番目が誰と解決するのかということです。そして3番目が 解決するための最終目的は何なのかという話をですね、桃太郎を通してお話をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。えー、昔々あるところに川上の方から桃が流れてきましたという話はもう最初から有名ですので皆さん知っていると思うんですが、あの桃をおばあさんが持ち帰って家で桃を切ろうと思ったら、桃が割れてですね、桃太郎が生まれてくるんですね。 あの話を自分のこととして捉えて聞いていただきたいんです。はい。えー、お父さんお母さん、はおじいちゃんおばあちゃんの手元に来た桃から自分が生まれました。そして、桃太郎はたくさんご飯を食べて、だん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 大きくなりました。でもまだ子供なんですよね。そして、どんどん成長した時に、えー、トンビかな鳥が飛んできて、こう言ったんですよ。桃太郎って、鬼が 村人たちを困らしている。だから、鬼退治に行ってきてほしい。というですね、えー、お告げというか、鳥からの命令が来たんですね。その時に、桃太郎はこう思ったそうです。これは、問題解決をしなければいけない。要は、悩み事を解決するということです。一番目のですね。それは、村人たちが困っているということを経営に置き換えてみると、悩んでいる人たちの 悩み事を僕たちの仕事は解決をしてあげるということなんですよね、えー。今皆さんもやってる仕事っていうのは今あるっていうことは誰かのお客様の悩みを解決するためにある仕事だということを忘れないでください。悩みを解決できるないような仕事はですね、この世の中に今残ってはいないと思うんですよね。これからもっともっと新しい仕事がどんどんどん,どん出てくると思うんですが、話は戻すと、桃太郎は だんだん成長して、そして自分は鬼退治に行くんだという使命感を抱きます。会社を経営されている方であれば、桃太郎は社長自ら自分だということを認識しながら話を聞いてみてください。そして社長である自分はどんどん成長し、いろんなところでスキルを学び、どんどん育っていきます。そしておじいさんおばあさんに桃太郎は言うんです。おじいさんおばあさん、僕は村人たちを困らしている 鬼退治に行ってきますだからきびだんごを作ってくれませんかということできびだんごを作ってもらうんですねその日比だんごっていうのは今まで自分が、えー、訓練してきたそして力になるためのいろんな形です要はうんとロールプレイングゲームで言ったら、えー、いろんな魔法の瓶だとかさですね賢者の 剣だとかいろんな武器があると思うんですけども、えー、その武器を代わりに、まあ、きび団子をですね、おばあさんに作ってもらって、まあ、持っていくわけですよ。そして、その持っていったきび団子をですね、腰ぶら下げていくんですが、最初はおじいさんおばあさんに止められるんですよ。まだお前は、体は大きいけれども、まだまだ子供だ。 ということなんですね僕たちが何かビジネスを始めようと思ったり何か今やろうとしていることをしたと思った時に家族また両親は止めてましたかそれとも応援してくれましたか僕は何回も何回も止められたんですだから止められるからこそもっとやりたいもっと上を目指そうと思ってプレゼンをしました桃太郎もおじいさんおばあさんにたくさんプレゼンをしたのだと思います そして、おじいさんおばあさんが分かった。それなら、気をつけて行ってくるんだよということで,ですね、桃太郎は出発をしていくわけですね。桃太郎は歩いていくと、山も越えですね、海も越えていくんですけども、その途中でですね、猿と犬と雉に会うんですよ。で、その猿と犬と雉っていうのは、社員様だったりとか、自分のスタッフだと思って聞いてみてください。 社長という桃太郎という自分は、あるミッションを掲げて、鬼退治という悩み事を解決しようと思って歩いていきます。まあ、会社を経営する、そして事務所を構える、何かビジネスを始めるでもいいんですけども、その仕事に対して、スタッフが社長、私もその仕事、ミッションを一緒にクリアしたい、そしてお客様の悩み事を解決したい、ということをですね、言ってくるわけですよ。 そして、そのお腰につけたきび団子、あ、袋の中身は何なんですかって聞くと、えー、桃太郎はですね、これはきび団子でおばあさんが作ってくれたとても美味しいきび団子なんだって伝えるわけです。そのきび団子は武器であったり、今までの経験値というものだと思うんですけども、その中にはお給料、ではお金という部分にも変えられるんではないかなと思います。 桃太郎は猿と犬と生地にきびだんごをあげるから、ぜひ僕と一緒に鬼退治という夢を、村人たちが困っている目標を何とか解決したいというふうにですね、行くんですね。そしてきびだんごを渡すわけです。それは僕たち会社であれば、お給料を渡してみんなでミッションをクリアしようということと同じだと思います。悩み事を解決するというのは、 えー、困っている仕事をどれだけ解決できた、要はどれだけお客様をハッピーにすることができたかで仕事が決まると思うんですね、えー。リピートしてくれるお客様が多いということは、毎回毎回そこに行けば悩みが解消されるということを知っているからお客様は何度もリピートしてくれると思っています。そして、猿と犬とキジは船に乗って鬼ヶ島に向かうわけです。 そして、鬼ヶ島に到着すると、そこには高い塀があります。とても分厚い高い塀があるんですね。で、その塀を見ることはできないし、中に入ることができないので、地がですね、上から見てって、中の状況がどうなのかっていうのを見に行くわけです。そしたら、鬼たちは今寝ていますと、休んでいますという情報なんですね。今の時代だったら、えっ、ー、と、もしかしたらドローンかもしれません。ドローンで上がってって、 上ののの方かか、ら今周りの現状がどうなっているのかそして同じ同業者が今どんな経営をされているのか忙しいお店がいっぱいどこにあるのか暇な店がどこにいっぱいあるのかそしてそれを上から上空から見る要は鳥の目で上から見るということです。そして中の情報を記事が 桃太郎に伝えるわけです。そうすると、今度は猿がですね、得意のですね、足と手を使ってですね、その壁をよじ登って、内側に降りてですね、その重い鍵をガチャンと開けます。そして、今度犬がですね、まあスタッフで言えば、ちょっと力のあるスタッフだと思ってください。がですね、ぐーっとその門を押し開けて、そして中に入っていくシーンです。はい。そしたら、 その音に気づいた鬼たちは、やっぱ飛び起きてですね、これは誰だということで、自分たちのに向かってくるわけですよね。そしてまあそこで戦いが始まるんですけども、えー、モータロの話の中では、 戦っています。あの、鬼を懲らしめたりとかですね、引っかいたりとかですね、上から突っついてみたり、噛んでみたりっていう風にしてするんですけども、えー、僕たちの場合はそういうことではなく、えー、お客様の悩んでる悩み、要は、痒いところに手が届くかどうかだと思うんですよ。その痒いところに届くっていうのはお客様に話を聞かなきゃいけないですよね。どういう悩みがあるのかっていうことです。そして、それを2番目のですね、誰と解決するかなんですよ。もう、お分かりの通り、 それは、猿と犬とキジですよね。その3匹は、なんと、スタッフや社員です。社員さんと一緒に問題を解決できる。社長一人で問題を解決してもですね、めちゃくちゃ寂しいじゃないですか。なので、スタッフみんなで解決するというところに、ポイントが僕はあると思います。そして、その問題が解決できました。鬼退治ができました。鬼はもう村人たちを 困らせません。ご迷惑をかけません。というですね、桃太郎との約束をするんですね。そして、えー、桃太郎は、えー、猿と犬と記はですね、鬼からもらった宝物、そして今まで盗んだ金銀、財宝などをですね、村に持ち帰って、そしてみんなに、まあ、分けるんですよね。えー、どうですかね。その商材、またその宝物を桃太郎は独り占めしたらどうですかやっぱ嫌ですよね。えー 猿と犬とキジ、その社員さんとみんなで分け合うんですが、桃太郎は考え方が違いました。自分たちがお手柄をあげたから自分たちのものではなくて、村人みんなに、みんなに返したんですよ。そして与えることをしました。 本当に桃太郎は僕はグレートプレゼンターだなと思います。そしてそのグレートプレゼンターの桃太郎はおじいさんおばあさんと仲良くそして大きくなるまでずっと暮らしましたとさという話なんですね、えー。解決するための3番目の最終目的っていうのは、えー、鬼,鬼ヶ島に行って、えー、鬼を とっちめてそして鬼から財布を持ってきて今までのですね盗んだものとかをですね村人に返すという最終目的がありましたその目的をクリアしたことによって桃太郎は信頼というものそして信用というものを皆から得られたんではないかなと思います僕たちの仕事もたった1回の仕事ではなかなか信用や信頼を得ることはできないと思うんですねでも 何回も何回も来ていただくお客様に対して、やっぱり解決をその度にしていく。ってするとですね、お客様はだんだん信頼を、あの、持ってくれます。で、その信頼を持ってくれれば、お客様は、えー、こっちの方にですね、心を開いてくれます。そして、誰かを紹介してくれたりすると思います。ということなので、桃太郎という話はですね、実はですね、小さい頃から何回も聞いてましたが、ビジネスの話だったんです。 僕はサロンを経営しているので、特に社員、またスタッフ、そして、育てられた両親と、全部を含めて、やっぱり感謝を忘れないで行かなきゃいけないと思ってですね、この話をですね、スタッフにも話したことがあります。そして、いろんな会場でもですね、この話をさせていただくことがあるんですけども、皆さんもちょっと考えてみてください。自分たちの仕事は、誰かのお役に立っているか、困りごとを解決できる会社であるか、そして、 お店になっているかということをですね踏まえて3つのテーマまずは悩み事を解決するということですね、えー、2番目が誰と解決するのか3番目が解決するための最終目的というのをですねはっきり明確化すれば必ずあなたのビジネスは成功すると思いますぜひですね、えー、皆さんのお客様の困りごとをですね解決できるような素敵な会社にしてくださいそして素敵なサロンになることは間違いありません またですね、えー、このような内容で質問等がありましたらぜひ、えー、メッセージのをいただければと思います今日はご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうせーのいいね